八十里越し、八十里越し、八十里越えは、新潟県の三条市から、魚沼市を経由して、福島県の南藍津郡多田,田見町に至る街道、及び峠である。三条市下田地区から、魚沼市の北端部を経由して、多田,田見町に至る街道で、北側の中のまた山、標高1七7 0メートルと、南側の浅草岳、標高1585メートルとの中間の安部に、 倉掛峠、倉掛峠、標高965メートル、木の根峠、木の根峠、標高845メートルの2カ所の峠がある。80里越の名の由来は、実際の距離は8里、約31キロメートルでありながら、険しさゆえに1里が10里にも感じられるほど、あまりに急春かつ長大な山道であることなど、諸説ある。明治時代後期までは、 新潟県中越地方北部と福島県、合津地方南部とを結ぶ重要な街道で、新潟から南合津へは塩、魚類や鉄製品などの生活物資が、南合津から新潟へは繊維の原料や林産物などがバレるなどしていた。だが沿道は、急峻な地形で、豪雪地帯でもあり、1914年、大正3年に岩越線、 現在の万越再線が全通すると、人々の移動や物資の輸送は鉄道へ移行し、鉄道網や道路網が、その後全国各地で整備される一方で、八十列は、衰退の一途をたどった。ともに、新潟県中越地方と只見町との間を結ぶ、街道の一つで、約15キロメートル南西側に所在する大沼市と道町の間の十列では、1970年代、 前半に国道252号と東日本旅客鉄道、JR 東日本の只見線が、それぞれ県境区間の開通及び開業によって、通行が容易となったが、それとは、対照的に80離越の整備は、今日に至るまで地として進まず、2015年、平成27年の時点でも、国道289号などの国県道はいずれも、両県境を挟んで、 約2 0トルにわたり自動車の通行不能区間が残存している。新潟、福島両県と国土交通省では国道289号の通行不能区間を解消するため80里、古道路の改築事業を実施している。詳細は後日。80里越は幕末から母親戦争時にかけて越後長岡藩の過労であった。 河合継之助が生涯最後に越えた峠であり、現在の只見町は継之助の最後の地として知られる。慶応四年1867年夏の北越戦争で長岡藩は継之助の巧みな傭兵により、開戦当初は新政府軍と互角に戦ったが、徐々に押され5月19日、新歴7月8日に長岡城を奪われた。長岡藩は7月24日、 9月10日、遊国、八丁沖渡し沼作戦によって、新政府軍を奇襲し、翌日には、長岡城を奪還したが、奇襲作戦の最中に、嗣之助は左膝に、流れ玉を受け重傷を負った。その4日後に、長岡城は再び陥落し、嗣之助は、戸板で、だ、乾され、合図へ落ち延びた。一行は8月3日、9月18日。 越後ご川の麓のきち平らにつき、翌4日に八十里越に向かい、山中で一泊して、只見に着いた。この間に開かれた丹炉は後に、河合い道動と呼び伝えられた。また嗣ぐのは峠を越える際、八十里腰抜け武士の、コス峠という、腰抜けと、えちを抜け出るとを重ねた、自長の句を読んでいる。しかし、つぐのが負った傷は、 ただみに着いた頃にはすでに破傷風によって悪化しており、一行は若松、現在の合津若松市を目指して闘進したものの、す之助は8月16日、10月1日、塩沢、現在のただみ町大和塩沢の一支で死去した。塩沢の終焉家の所在地は1961年、昭和36年、ただみ川の電源開発に伴って水没し、 終焉の間は、近隣の大技塩沢阿座城の台に所在する、河井嗣之助記念館に一区保存されている。1970年、昭和45年4月1日付で、八重里越を含む新潟、福島県の区間が、国道289号に指定された。新潟、福島県と国土交通省によって、三上市大技、塩の縁。 アザゴ所からタダミ町大阿ザカノーズアザ入りカノーズに、至り、総延長 20.8km の区間で、改築事業が進められている。区間内には合計で、トンネル14本、橋梁16本が建設され、このうち福島県が施行するタダミ町内の 1.1km の区間が竣工し、すでに供用されている。この改築事業の区間は参条し、 ただみ町のみを経由しており、魚沼市は含まれていない。前景のように、沿線は、急峻な地形で、豪雪地帯であることから工事は、難しさを極めており、とりわけ施行できる期間が、積雪のない5月下旬から11月上旬に、かけてのおおむね半年間のみに限られることら、主要構造物の建設は年度ごとに、段階的に進められている。また、 事業区域付近では、イヌワシや熊高などの気象野生生物の生息が確認されており、自然環境に配慮しながら適切な保全対策を講じる必要が生じている。このため、新潟、福島県と国交省では、80里、腰道路環境検討委員会を設置し、環境調査の実施や、学識経験者からの意見聴取などを通じて、思考方法などの検討を実施している。 全線の供用開始時期は未定で、新潟、福島県と国交省では2020年代半ばの全線開通を目途としているが、沿線自治体では早期開通を求めている。このうち県境を含む、三上市大矢、潮の園、麻子署から多田見町大矢加納津矢崎の根山に至る、延長 11.8km の区間は80里越市、一時開築、の名称で、 1983年、昭和58年度のルート承認を経て、1986年、昭和61年度に建設省、現在の国土交通省の直轄権限大行区間として事業化され、1989年、平成元年度の工事着手以降、トンネル11本と橋梁8本の建設が進められている。この大行区間は全区間にわたり、 三条市川を管轄する国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所が事業を実施している。2002年平成14年7月から掘削に着手した県境部の9号トンネル仮称延長3168メートルは三条市川からのみの一方向掘削という厳しい条件の下で建設が進められた。また内の地質は業界岩が占め、 2003年、平成15年にはバーンフクレが発生するなどしたため、ロバン部にインバート工が施された。その後2010年、平成22年11月7日に貫通し、2012年、平成24年度に改正した。直轄権現代行区間の両端部は、両県が事業を実施している。このうち三条市内の区間は、新潟県が、 大江道路の名称で事業を進めている。全区間が三上市大和、塩の園、麻御所に所在し、直轄権限代行区間起点に至る延長 1.2km の二車線道路として1986年、昭和61年度に事業化され、トンネル1本、橋梁1本の建設が進められている。日本大トンネル、延長 478m の掘削工法は、 施工途中で岩室が固くなったことなどから、機械掘削から葉っぱ掘削に変更され、こちらも9号トンネルと同様、校内の地質は業界岩が占めていることから、全区間にわたってインバート工が施された。只見町内の区間は、福島県が入りカノーズ道路の名称で事業を進めている。只見町大和ざかのうずあざきの根山の、 直轄県原内港区間周辺から、カノ可能図や再カノーズに至る、延長 7.81km の2車線道路として1973年、昭和48年度に事業化され、トンネル2本、橋梁7本などの主要構造物は2004年、平成16年度までに、すでに外成している。このうち前景の通り1986年、昭和61年度には、 延長 1.1km の区間、内橋梁2本がすでに共用済みで、残る区間は車線確保やなだれ対策などの施行を進めた上で2017年、平成29年度中の共用会が予定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。